オオルリは、スズメモクヒタキカオオルリ族に分類される鳥類の一種。日本へは、夏鳥として、トライ繁殖し、陶器は、東南アジアで越冬する。高い木の上でほがらかにさえずる。姿もさえずりも美しい。全長が約16センチメートル、翼海蝶が約27センチメートル。オスの背中は、尾も含め光沢のある青で、尾のキブには、 左右に白斑がある。喉、顔は黒で、腹は白い。メスは頭から尾にかけて背面が茶褐色で、喉と腹は白い。胸と脇が褐色。また、オスが美しい色彩になるには2から3年を要すると考えられ、若鳥時代のオスの灰色は、メスの灰色と似た茶褐色で、背面の一部と、風切りは及び尾葉に青色が現れているだけである。 メスは、キビタキのメスや、コサメビタキなどに似ている。コルリ、ルリビタキなどともに、青い鳥の三夜の一つである。ジナきはク、ク。さえずりは、美しい声で、ゆっくりとピリリ、ポイヒリーリー、ピールリ、ピールリ、ジー、ジーと鳴く。メスもさえずることがある。日本三名町の一つである。旧北区、中国東北部、ウスリー。 朝鮮半島や日本で繁殖し、インドシナ半島から大澄んだ列島、フィリピンなどに渡って越冬する。日本には夏鳥として4月下旬頃に都来し、南西諸島を除く北海道から九州までの全国各地で繁殖する。10月頃まで見られる。低山帯から高山帯にかけての産地や丘陵に生息し、特に渓流沿いのよく茂った森林に多く、 飛翔している昆虫を捕食する。クモ類なども捕食する。渓流沿いの岩壁や土壁のくぼみなどに苔を用いて巣を作る。縄張りを持ち、林の中の湖のほとりや牧場と林の境などでも見られる。繁殖期にオスは木の小で豊富な清涼でさえずる。渡りの時期には、市街地の公園でも観察される。国際自然保護連合により、 レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。かつては美しい姿や鳴き声を楽しむために昔から貝鳥として人気があり、キビタキ、コマドリ、ミヤマホウジロと並ぶワトリ四品の一つであった。現在は鳥獣保護法により愛眼飼育は規制されているが、いまだに毎年いいな飼育が相次いでいる。 豊橋総合動植物公園がオールリの繁殖賞を受賞した。以下の亜種に分類される。日本の以下の自治体指定の鳥である。括弧表記はかつて存在していた自治体。ありがとうございます。